サッカー剣豪ゴタパキュンカツスパークです。お願いします。本日の企画は何ですか？俺らもカエル化してみた。世間では、うん、カエル化現象が流行ってるわけですよ。はい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 、はい、いろんな YouTuber の人とかがね、うん、カエル化現象を使って大喜利をしてるの。別に大喜利はしてない。あれ言ってるだけで大喜利してないよ多分。あれ大喜利じゃない。大喜利じゃない。大喜利っぽいけどね。え、だってあのファミレスで会見の時に財布出したってめっちゃ笑ってた。あれ大喜利なんだ。あれ大喜利じゃないから。大喜利じゃないとおかしい。大喜利じゃないと会見できないもん。まあそもそもカエル化っていうのが女の子が男の子とを好意があって片思いの状況なのかな。それで告白してオッケーって言われちゃったら急に冷めちゃうみたいな。それが確か本来の方のカエル化現象の元々ね。そうなんです。今はもう変化して冷める瞬間みたいな、引いちゃう瞬間みたいな感じで使われてるんだけど、うん、その大喜利を僕たちもやっていきたいなって。はいはいはい、はい、今からやるのは、うん、一人ずつあの適当にシチュエーションとかを言っていくんだ。そのお題に対してカエル化することを大喜利として回答していくから。あ、オッケーです。その本当のこと書いてもいいし、その本当じゃないこと書いてみんなで。じゃあそれでは早速やっていきましょう。せーの、バーベルチョロンチョン。カット。じゃあ最初カズから、はい、お題いきましょう、はい、いいですか、はい、はい、おうちデートでの女の子2人でおうちデートでのカエル化。おうちデートでのカエル化ね、はい、結構広いもんね。おうちは何でもあるんで、もう2人で、2人っきりで。じゃあ一回簡単なものからいっちゃうかな、まあ、さっと1回目くらいのやつだね。これ結構ちょっとアンパイラできました。一応、はいはいはい、おうちデートでカエル化することといえば、うん、靴を並べられない。あー、なるほどね。これはまあ、アンパイというか、まあ、普通のね。これはちょっとアンパイだから、初手としてちょっと変える。あー、弱変えるか、ね、はい、弱変えるか。今日俺も。おお、じゃあカズさん、こちらです。リモコンを足で押す。いねえな。いるわかるだろ。いるよね。なんで共感してんの。いるよ絶対。いねえだろ。僕はそのソファーとかでこう2人で寝てる時とかに、うん、リモコンが足元にあるの、はい、テレビついてます、うん、なんか面白いテレビやってないなの時にこうやって届かないやつとかね。そう、手で取ればいいや。そもそもだけど、世間的に言われてるカエル化って、あの結構リムジンだから何言ってんのって言われてんだけど、お前この場合ねえよ、こんな人。あるかもしれん。あるかもしれんやんって言って。大体出てるのって一応シチュエーションとして成り立ってることだからね。だから財布を出すとか。そう、リムジンだから。あー、なるほどね。だからこれ、例えばで言うと、リモコンを押してんのに反応されないとか。そういうことに。ああ、そういうことか。理不尽なカエル化が一番あれだって言われる。ああ、そっか。だから俺行きたいな。ちょっとシチュエーション的には実家に来た時みたいな感じかな。犬用のトイレでおしっこする。今言ったの。俺と一緒や。俺と一緒のことや。さすがにやんってことでしょ。だから完全に。マジで引くもん。犬用のトイレでおしっこする。理不尽じゃない。これもう引くってこんなの。俺共感系でいこう。お、共感系で。理不尽なやつ欲しい。結構枯れたのでこう二人同棲してて。あ、付き合って同棲で。はい、枕をむしゃむしゃしてる。枕をむしゃむしゃ。これはさすがに嫌うよね。嫌うよ。俺の枕、ちなみに枕ってさ、ビーズの枕。いや、もう手羽箱。手羽箱。ああ、最悪。やばい。ドンってそこじゃないんだって。理不尽なあれなんだって。例えばなんだけど、パッて枕こう袋みたいな開けて、うん、ビーズ食ってたらどう？なんかポテチみたいな。中のビーズをパーティーやる。はるかがやるぞ。パーティーやる。ああ、ね、どう？さらギリセーフ。いい。パーティー開けのビーズ。可愛い。俺とやろうとしてんの。パーティー開けで。はい。あるよ、理不尽なやつだよ。理不尽がいいよ。家で二人で映画見てて、いい雰囲気より。二人で映画見てて、あれいないと思って探してたら、うん、勝手に人の家でうんこしてた、カズ。何言ってんの。何言ってんの。お前何言ってんの。お前何言ってんの。本当は分離して、尿布して。尿布仮にてめえんちだとしても映画中5くらいさしたい。あんたも勝手に通りだ。別にいいやろ。嫌なんだよ。嘘はええ。映画中見てていいシーンだったらいなくなった。こいつだけ何だろう。尿布ってないめっちゃ。お前らも違うぞ。いいやろ。おかしい、こいつ。おかしいよな。お前もおかしいぞ、それは。じゃあ次行きなさい。はい、こうか。はい。まあ女の子薄着だったのかな、うん、膝小僧見えた時。あー、なるほどね。膝小僧。いやー、なんか女の子だったら膝小僧な。
ない方がいいなっていう。膝小僧なんてお前。正解はこれ。この客読みだから。理不尽な。そうそうだね。え、俺はちょっとエロさ感じちゃうかも、膝小僧。ああ、まあそうか、そのタイプはエロさ感じるな。いや、見る分にいいんだけど、なんかワールドやで膝。じゃあお前、お前、一番変えるか、向いてる。あ、向いてるわ。膝小僧見る分にいいんだけど。じゃあ、その子が、その子から見えた膝小僧が、どっちかっていうとお膝って感じだった。あ、そうそうそう。そしたらセーフだろ。そしたらセーフだろ。お前、キリマルと話し合う。仲良くなれる。そうだね。じゃあちょっとおうちデートでカエル化することを教えてください。ハムスターを飼ってて、飼ってたハムスターを見せた時に、うん、上から触ったらびっくりしちゃうから下から触ってって言って、うん、分かったって友達が言って、下から触ってって言って分かったって言った後に上からわしづかみした友達タイム。え、なんで何なんでお前それで戦おうとしてんの。あ、なんで全部お前身内なの。タイだから俺とか頭おかしくなるよ。ハムスター下から、うん、上から触ったらびっくりしちゃうから下から触ってねって言ったら、うん、分かったってハムスターが逃げようとしたの、うん、それをこうやって上から静かに自分で抜けて可愛いって言った友達に帰った。なんで同じことに帰った。聞いたよその話。今さっき言ってたの聞いたよ。意味も分かんないし。はるか行けるたまに。はるか行けるたまに。はるか頼むの。映画見てて、あれ彼女どっか行ったな。あらら、うん、あれ家の中誰もいない。で外見て、外カーテンバッてやったら、電柱しゃぶりついてる。このお題はあのポイントはるかでいいんじゃない。はるかでいいですか。え、待って、よっしゃ。次俺お題いいですか。お題の、はい、体育の授業でカエル化するとき。おー、なんでもいいです。お題は、まあ、仕方ないことに対しての体育が一番やばいかもね。一番定番のやつはさ、フードコートでお盆持ってキョロキョロするとか、あれも仕方ないことなのに、うん、一番騒がれている。あー、そういうことだよ、ね、これ、まあまあ、こっち行っちゃう。じゃあ、無難なやつ、こちらです。どん、100メートルのストップの走り方がナルト。100m 走の時の走り方がナルト。だからもうこういうこと。いいじゃん。ナルトの場合こうだろ。こういうこと。こういうこと。あ、じゃあちょっと一回またアンパイなの言っとくわ。これアンパイなのかわかんないけど。で、1500m 休む女子。あー、なるほどね。お前ずっといいね。お前ずっといいよ。めっちゃいい。こういうことでしょ。なんだろう、特に理由もないのに休む。毎回ね。お前なるほどね。ずっといいわ。めっちゃ共感できる。でしょ。え、ちょっと似ちゃってんだけど。あ、似てんな。これめっちゃ共感できると思うんだけど、体育座りが神尿みたいな。いや、お前神尿なんだよ。横から見たらね。そう。だからもっと理不尽でもなんか仕方なくやってんのにそれが嫌だって言われたのが一番理想の対応。まあ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 、だからその授業とか走るのが遅いとかでしょ。あ、そうそうそう。ボール投げる時の動きとか、あー、はいはい、しょうがない。が、まあキリマルとかが言ってそうだ。言いそうだね。でも矢島はそんなとこじゃ収まる。矢島めっちゃ丸そう。これパイクのサッカー中かな。サッカー中ゴールキーパーやってくれるんだけど、うん、ゴールキーパー上半身と下半身分けちゃう。あ、またそいつや。ミスター、またそいつや。これそいつカエル化するわ。俺もカエル化じゃない。わかるわ、はるかと言ってること。さすがに無理やな。さすがに無理。はい、まれにいるかなぐらいの人なんだけど、うん、ローファーのハイソックスで体育する女の子。おー、クラスに一人いるかいないかぐらいじゃない。あ、そっかの授業で。お前すごいな、マジ、ね、昨日体育の授業してなきゃおかしいぞ。そんな発想力マジですよ。今出てきたなんかパッドの。でもそうだ、だってこの子が観察してんだもん。で、昨日近くの高校見に行ってたもん、体育の授業。そういうこと。おかしい。だからちょうどいやじゃお題も体育の授業だから、体育の授業だったらなんだろうなと思ったら、あ、ローファーで体育するやついいなと思って、そっからちょっと偉いけどな。すごいわ、ローファーです。それはちょっといいね。いいよ、おもろい。まあこれかな。
マジコータに似ちゃうんだな毎回。いやでもミーとコータが一番近いからカエル化で。理不尽なやつでしょ。はい。砲丸投げで間違えてミスターポポ投げちゃう。結構カエル化するんだ。ドラゴンボールの黒いやつでしょ。黒いやつね。砲丸と間違えてミスターポポ投げちゃうやつは俺カエル化する。さすがにな。さすがに気持ちで。それはもう理不尽でしょ。はい。じゃあ体育の授業で男が女にカエル化することを教えてください。はい。体育参加してる女。ああ。あーでも、ね、そうだね、ちょっとこれは逆に共感性がね皆無かもしれないな。あ、もう共感性が皆無ですか。理不尽が振り切っちゃったんだ。そうそう、理不尽すぎてちょっと、ね、共感性が皆無かもしれない、ね、でもギリマルちゃんの最終決定こんな感じじゃない。最終決定最終決定最終進化あくまで共感がないとダメだよ。最低限ね、共感性周知ね。次の話題か。じゃああ、俺行ってみようかな。あ、お前、うん、じゃあ次のお題は、まあこう二人きりじゃないんだけど、うん、大人数でディズニーに行った時、はい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 、にカエル化することをしようかな。はい、あ、ケンゴ、ディズニーに大人数で行った時に男が女にカエル化することを教えてください。まあ結構本当にシンプルか、シンプルかな、うん、毎月耳持ってきてるやつ。あ、あー、ね、あー、ね、えぇ、ー、これいいじゃん。みんなに月耳つけようって。あ、私持ってきてるから。あー、あー、でも結構ケンゴいい線いってる。みんなで合わせようって私持ってるから。確かに。ちょ、俺も一個これ結構あるあるというか、うん、ディズニーっぽいって感じかな、うん、俺のは。食べ終わったターキーレッグの骨をしゃぶってカリブ乗ってるやつ。本物の海賊じゃない。本物の海賊じゃない。ターキーレッグ乗ってカリブの海賊乗ってるやつ、マジ嫌じゃない。でも骨ずっと持ってるやつ嫌だな。そう、いや、あのカリブのところに骨つけてる。やだー、やだなー。カリブのね、ちょっと似てるかもしれない。ディズニーでカエル化すること、はい、あのチュロスをのどちんこに当てて PCR ごっこしてるいねえよ。だからどうやるかね。陰性だわ。やってくれてね、こうやってね。今いそうやなそういうの。それでちょっと1個あったり、はい、はい、ディズニーのさ、街でさ、電話ボックスとかさ、あるね、あるじゃん。あれさ、10トンのさ、持ち上げられないじゃん。あ、あるわ。あれ持ち上げちゃう女子。怖ぁ、絶対上がんないよ。あれ開けちゃう女子。あー、ほら、あれかなぁ。マジやだ、マジやだね、あれはね。これはカエル化するわ。大丈夫だ。まあディズニーでカエル化すること、アクアトピアで水分補給した。いねえや。アクアトピアさ、ノルマでなってやつっていうやつ。まあカエル化するな。え、じゃあヤシには及ばないけど俺こうなの。はい、なるか。こうみんなでね、うん、ディズニー一緒に行ってたんだけど、うん、はい、あの子いなくない。あ、うん、あ、うん、あどこいたの。ヒナイフリーズ。あれシンデレラ城見たら、うん、てっぺんで頭だけ刺さってる。多分みんなも経験あるかもしれないけど、うん、あのスプラッシュマウンテン乗って顔が濡れてメイク落ちてパンダみたいになるやつ。とメイク落ちて濡れて。なるほどね。これがやっぱちょっと近いかもな。あ、そのしょうがないやん。この女の子は悪くないのに。あ、確かに。その顔濡れてちょっと隣見たらパンダみたいになってメイク落ちて。で、カエル化しちゃう。カエル化しちゃう。ああ、うまいわ。こういうのでしょ。そういうの。普通なのは。じゃあ次ちょっといきます。ディズニーで男が女の子にカエル化すること。うん、ジャンボリミッキー小さく踊ってる。こいつすごいよ、すごい。この BGM 聞こえるか聞こえないかぐらい距離で小さく踊ってる。あ、じゃあ次のお題いきますか。はい、彼女とドライブ中でのカエル化。なるほどね、はい、で一応俺がこう無難なやつ出しとく。じゃあドライブでカエル化することを教えてください。これまあ無難になんか正解とかではないんだけど、足で運転する女の子。お前なんだよそれ。さっきからお前さ、無難じゃねえよ。器用なんだよ。足でいないやん。いるって絶対。はい、こうこうだ。女の子が助手席に乗ってて、うん、窓際のところでこうやってテク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 。彼女に迎えに来てもらうんだけど、うん、彼女が運転してくれてて、運転してくれてて、お待たせっつって車を洋服みたいに着てきちゃうやん。またそいつだ。またそいつだ。
でかかったんだ。でかかった。はい。はい。はい。バーンってちょっと事故って、ボンってエアバッグ出てきた時に、エアバッグ食べちゃう。いたーバッチリやったーやっぱお前似合ってたーおい、似合ってたーバーンって出てきた時に、エアバッグ食べちゃう。お前らの彼女一緒や一緒にとの付き合ってた、お前ら。はい。はい、ケンゴ。まあ彼女は車持ってましたと、うん、で迎え行くねーって何の車で来るのかなと思って、うん、来た時にその車がピンクのパンとかいいあいい、ね、あでもそういうことだよ、あもう理不尽だもん、ちょっとやだ、車がピンクのパンとか、あ確かにね、ちっちゃい、はい、なんか前曇るじゃん、気温差みたいな、あ前曇ってそのフロントガラス曇ってる時に押すボタンみたいな、あーあーこれね、それみたいな、俺もそういうこと？それみたいな顔の女。マジで、まずなんでデートする前顔見てねえんだよ。顔見てたデート以前の問題。顔見てから行けってね。みたいな顔の女ですね。はい、もう終了。まあ、ちょっと、やっぱコータが強かったな、そうだ。強いわ。全体的に。勝てない、もうコータに。あ、でも最終問題も一応ポイントははるかに入ってるから。あ、そうだ。まあ、ということで今回のカエル顔ははるかです。はるかっていうか、あの女の子にもあるの。最初から最後まで出演したな。フレスト、俺あの女にずっと帰りました。俺でももっとカエル化勉強させてもらおう。今日楽しかったね。楽しかった。でもこんなに出したけど、ちょっと本当に気にさんしないでください。気にしてほしい。お前気にするとこねえや。お前の回答なかった別に。直してほしいよね。神妙の女。俺、神妙の女の子いたらあの DM ください。会いたい。見たいね、神妙の女の子見たいわ。ということで、以上、カエル化大喜利でした。バイバーイ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくねー。